2018年入りまして、8本目のライドとなりますが、今年もバンバン、走り去っていこうと思います。体調はどんどん悪くなるばかりなので、つい先日も、酒飲みすぎて先ほど2時ぐらいまで起き上がれない状態でございまして、そしてちょっとビールを飲んだら背中が痛い。ビールください、取って。そんなね、もう若くねえんだからとかそんなことは関係ないから、大丈夫でした。80ぐらいまでは大丈夫、80ぐらいにプロになって80歳でいいか、かっこいいじゃん。それでいきましょう。そんなわけで僕はね、いきなりカバーからやらせていただきます。だるい曲、いい曲。だけ色んちの屋根の上でぼんやりと明日を眺めている。何も持ってない俺たちはやるだけを腹にしまい込んで、今年もよろしくね。みんな同じ顔で同じ思いを打ち明けてくれる。僕はどうしたらいいのですか、私はどうしたらいいのですか。だから俺はいつものようにこう伝えるよ。君はこのままでいいのです、君はこれからがいいのです。窓を開いてそれを見上げても、明日は見えない憧れ話の君に別れを告げよう。約束なんて何もないけど、大丈夫だってお前が聞いて、大丈夫だってお前が答える。どこからどこまでどこまでがどう、大丈夫なのかわからないけど、君といつかお前に何か素敵なものをあげれるといいな。俺たちが出会ったことのよう、世界で一番素敵なものを君に会いたい、君に会いたい、雨のない
てよ。暖かい風吹く頃にはお前に会いに行くから、その日まで愛する人よ、大きな愛に包まれますように。一人きりの夜、一人きりの朝、君はいないけど俺は大丈夫。叫んでる世の中にいるかっこいい俺、愛と別れを繰り返してる。とてつもなく長い旅の中で、今日もこの青空は間抜けた俺にどこか似ている。竹のうちの屋根の上でぼんやりと朝を眺めている。何も持ってない俺たちはやる気だけを腹にしまい込んで、レッスリー俺とお前のレスリー。やつが入れた苦すぎるコーヒー、昨日走った500キロの道、俺を起こした眩しい太陽。やつが入れた苦すぎるコーヒー、昨日走った500キロの道、俺を起こした眩しい太陽。こんな生き方もまんざらじゃない。じゃあガルド、ヘイ